はい、行きます。よいしょ、ね、ここも定点してくれって言われたんだよね。あーもう風が、まだ見ぬ。何これ？なんて読むの？何こう？愛してる。まだ見ぬ。わあ、なんか見えちゃってんだ。これから出会う予定なんだ。怖い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 。響くな。気持ち悪いね、なんかね。よし、いいと。糸じゃないんだ、これ。すごい綺麗な、家並みみたいなが上から見える。あの下の街灯がまだついてればね。あと花火大会とこだとそこから見える。なんかいる真正面。違うか。猫だ。猫か。こっちの電気使っていいよ。はあ、そこに超でかい木があるよ。ほら。やばくない？でかい。抱きついてきてる？うん。昼間来て写真撮りたいな。めっちゃでかい、いい木だよね。そう。あれ。うん。うん？ヤドリギ？たたり神。ああ。あれね。もののけ姫ね。ニュルニュルしてる感じでしょ。半端ねえな。すごい。ここもすごいんだよな。でかい。で、この後ろが石の壁になってんの。半端ねえ。これ全部石の壁っていう。こっち行くとよくわかるよ。
ほら。やばいよねこれ。やばいね。そう、あの岩に囲まれたあのお寺で有名なんだよね。すごい。そう。おい、落ちてきてんだよ。ほら。もう立ってるもんね。うん。よいしょ。でな、これそこにトイレがあるんだけど、うん、あれトイレなくなってる。ここら辺確かあったんだけど、そこのあのトイレ、うん、で変な声が取れた、うん、多分そこら辺にあったはず、うん、とこっち行ったんだよその後に、うん、で多分この辺からなんだけど、こっちを映しててでずっと向こうカメラパンしてって、うん、こっち真正面ね、そこ階段なんだけどね、真正面でここでずっとうなり声が5、6秒入ってんの。すーげー大きいうなり声で、俺聞こえてないの。聞こえてないの。そう、今飛行機飛んでるじゃん、うん、こういうんじゃなくてすげーうーってやつ、でここほらここまっすぐ道が伸びてる向こうに。本当だ、写真撮りたいね。そう、昼間来ると超綺麗だよ。正法寺、うん、秩父の札所とセットになってる札所って書いてあるよね。あ、そうだ、うん、でこの下か金付き堂、ここだ、こっから景色いいって言って。でね、ここね、裏にね、登っていく道があるの。そこ、ほら、見つけたの、この前来た時。ほら、道、上に登っていくのよ。橋ウォンウォンっつってるね。で、どこまで行くんかわかんないけどね。すごそうでしょ。すごい道でしょ、途中まで行ったんだ。OK。 下から見たら結構高い場所にあるからね。この石すげえよな、全部だもんね、うん、はあ、ここ撮りたいな。超写真撮りて、
これベンチだよね。スライド落として休憩。真っ暗。星がちょうど出てるな。超高い。足つかないね。マジで。もっと小さいとこないの。小さい休むと、あ、ブランコ。ちょっとね、道がね、あの近いから音が入っちゃうけどね。これはなんつうんだろう。車だってすぐ分かるからね、うん、ちょっとこっち来て。気のせいか、分かんない。今そっちのライトが照ら、今ライトつけた。気のせいか、気のせいだ。なんか猫がいたんか。じゃあちょっとね、俺の尻に入んないんだけど。そうでしょう。そこで。あ、嫁子にあの消されそうになりました。話。それ立って両手放しに乗って。やってみて。楽しい。じゃ楽しんでて、ちょっと。なんかなぁ、よいしょ、貝が起こらないと。よいしょ、あ、なんかいるな。ああ、マジ一番の貝だわ。おみくじのか。なんかね、心霊スポットで調べたら出てくるけど、そこまでじゃないよね。満足した？はあ、猫があっちにもいて、そこにもいたな。ほら、来た。猫かと思ったら、数違うんだけど。超怖いよな。こっち見てるか。うん、いっぱいいるね、猫。よし、戻るか。にゃんつってる。もう昼間に写真撮り行きたい。桜の時期とか、うん、いいんじゃね。よさけたね。よいしょ、よいしょ。ちょっとな、うん、なんでさ、あのさ、他の YouTube の人たちの動画とかってあんないろいろ入るの。でしょ。違うかな、ダイバージェンス超えたんじゃないですか。なあ、映ってくるよね、むしろ。どんどん行かないと。疲れだな。違う、このカメラが多分みんなが想像してる以上に重たい。だって私もすぐ目上げる。そう、
ねえ、よし、じゃあこの辺かな。はい、お疲れ様でした。久しぶりにね来ましたけど、相変わらず何もないけどね。岩に囲まれたお寺は圧巻だったね。昼間来て写真撮りたいかな。はい、お疲れ様です。帰るよ、せんちゃん。またねー。